卓球の東京五輪女子団体銀メダル石川佳純が1日、インスタグラムで現役引退を発表した。本日5月1日、引退することをご報告いたします。皆様、たくさんの応援を、本当にありがとうございました、と投稿。長年卓球界を引っ張ってきた30歳が、23年間の卓球人生に終止符を打ち、ラケットを置く決断を下した。石川はインスタグラムに長文を綴った画像を公開。画像内の文章では、こんにちは。本日は皆様にご報告があります、と切り出し、こう続けている。私、石川佳純は、4月の WTT チャンピオンズマカオ大会をもちまして、現役を引退することを決めました。最後の試合まで、これまで通りに集中し全力で戦うために、事前にお伝えすることができませんでした。今年に入ってからは、大会ごとにこの試合が最後になるかもしれないと思いながら臨み、今自分の中ではやりきったという思いが強く、引退を決意した次第です。7歳で卓球を始めた私の現役生活23年間には、たくさんの素晴らしい経験がありました。オリンピックではロンドンから、3大会連続でのメダル獲得。全日本選手権では5度の優勝。そして混合ダブルスでの世界一。他にも思い出深い試合はたくさんあります。14歳から日本代表として国際大会に参加させていただき、長い間、世界のトップレベルで戦ったこと、たくさんの夢を叶えられたことを幸せに思います。現役生活が長くなればなるほど、周りのサポートがあっての自分だという思いが大きくなりました。指導いただいたコーチ、トレーナー、長時間の練習に付き合ってくれた練習相手の方々、友人、そして家族、同じ気持ちで戦ってくれた私のチームに心からの感謝を伝えたいです。14歳で日本代表入りし、2012年ロンドン五輪女子団体で日本卓球界初となる銀メダル獲得に貢献。シングルスは4位だった。16年リオ五輪は団体同伊藤美誠、平野美宇と共に出場した。21年東京五輪は団体銀メダルに貢献した。投稿ではスポンサー、ライバルたち、ファンに感謝。5月18日に会見を予定していることを明かし、私の気持ちを詳しくお伝えしたいと思います、と綴った。石川佳純選手は自身のインスタグラムで、4月の WTT チャンピオンズマカオ大会をもって現役を引退すると発表しました。石川選手が4月の WTT チャンピオンズマカオ大会をもって現役を引退すると発表されました。注目されるのは、引退後は結婚するのではないかと気になるところですが、石川さんは現在30歳ということ。選手生活と恋愛は同時にできない、結婚願望はあるとコメントされていました。引退を機に結婚をする可能性は大いにありえますね。石川さんに彼氏はいるのか気になりますが、過去に彼氏と噂になった男性6人について紹介していきます。1人目は石川さんの彼氏として噂のあった中国の卓球選手の馬龍さんです。石川さんは2014年に中国人記者のインタビューで、国籍の違う誰とダブルスを組みたいかの質問に、ミックスダブルスを組めるなら馬龍選手と言っていました。このことから、マリュウが彼氏ではないかと言われましたが、彼にはすでに8年交際している彼女がいて、インタビュー後に交際中という恋人との写真を SNS 上にアップしていたので、ただの噂だったということですね。2人目は石川さんの彼氏として噂のあったテニスプレイヤーの錦織圭さんです。2人はリオ五輪 PR イベント会場でのインタビューで、このようにコメントされていました。錦織さんは、石川佳純さんはテニスがうまいと言っていて、石川さんもテレビで見るより球の威力がすごいと発言。このことから、2人が交際をしているのではないかとの噂に、つながったと思われます。ですが、2人は選手としてお互いを認め合っただけで、交際ではなかったようです。
錦織さんは、2020年の元ファッションモデルの寒月亜子さんと結婚されていて、2021年5月には第一子も誕生しています。3人目は石川さんの彼氏として噂のあった、世界ランク9位になったことのある、イケメン卓球選手松平健太さん強交際が噂されました。2010年1月には混合ダブルスでペアを組んだ相手で、優勝もしています。その後は熱愛の進展はなく、松平健太は2020年3月に、フリーアナウンサーの玉木葵さんと結婚しています。4人目は石川さんの彼氏として噂のあった、2016年のリオオリンピックにも出場した卓球選手、吉村真晴さんとは大きな話題となりました。2人は2015年と2017年に混合ダブルスでペアを組んでいて、2017年の優勝時には大喜びしてハグしています。さらに吉村さんは石川さんの頭をポンポンと優しく叩くなど意味深な行動もされています。そのことから選手同士という間柄だけではないと噂になりました。ですが吉村さんは2016年9月に結婚をされていて、2017年4月には長女も誕生しています。5人目は石川さんの彼氏として噂のあった小谷翔平さんです。2014年のプロスポーツ大賞の授賞式のテーブルで同席して、2人は楽しく会話をしています。このイベントについて大谷翔平は、楽しかった、いい経験ができましたとコメントしています。さらに初めてお会いしましたが綺麗な方ですねとも言っています。ですがその後の2人の熱愛の進展について報道はないようです。6人目は石川さんの彼氏として噂のあった NHK 大阪局のディレクターさんです。2016年に NHK 大阪局のディレクターとスクープされたことがありました。石川さんが長身イケメンと鉄板焼きとカラオケデートを楽しんだ。ですが石川さんはその男性と池袋で会っていましたが、自身の妹なしらさん共合流しています。 NHK 大阪局のディレクターは石川さんがまだ中学生くらいの頃から取材をしている担当者のようで、交際の事実はないとされています。石川さんは2021年のインタビューでこのようなコメントをされています。面白い人、優しくて誠実な人と言われていました。ではどのようなタイプが好きなのでしょうか。嵐の松本潤さん、俳優の伊藤英明さん、石川さんはイケメン好きのようです。イケメンな人、濃い顔の人、色気のある人、まばなたちがはっきりしてる人、石川さんの心を射止める人はかなりのイケメンでないとダメですね。引退後の石川さんの行動に注目ですね。石川佳純さんのようにプロの卓球選手は所属している企業からの年俸契約で収入を得ています。 T リーグができるまでの卓球はスポーツ界の中でも収入が低く、一般的な選手だと平均20万から30万ほどと言われています。これは2020年のサラリーマン年収である367万円と同じくらいということになりますね。しかし卓球がどんどん人気を高め、2018年より T リーグが開幕してからかなり年収もアップしています。 T リーグチーム TT 埼玉は年俸の平均で約1500万円もの収入を得ることができます。石川佳純選手は TT 埼玉の所属ではないですが、 T リーグのチームによって試合に出ると100万勝利ボーナスを得ることができます。石川佳純さんが T リーグ女子シングルス1位になった2018から2019年までは16勝5敗という成績でした。試合給が100万だとすると2100万円、そして勝利ボーナスが480万円となります。これだけでトータル2580万円の稼ぎになりますね。さらに T リーグには選手ランクが設けられており、オリンピック世界選手権でシングルスベスト8に入ると AAA、AAA、S の4つにランク分けされます。石川佳純さんは世界トップレベルですから、T
当然 S ランクです。さらに単価が大きくなっている可能性があるので、 T リーグの報酬だけで3000万以上稼いでいてもおかしくないです。また T リーグの現代表理事長松下浩二さんは T リーグのメリットについて、年俸の高さと強豪選手と戦えるという点ですねと話した。 T リーグは4000万から5000万円と言われる中国スーパーリーグの年俸を超えることを目指していると話しています。もちろん成績によって上下しますが、所属企業で働きながら卓球するのではなく、卓球で生活できるスポーツになってきました。他の収入源として重要なのがスポンサーです。スポンサー契約は選手に資金提供する代わりに公認の応援者ということが公言できます。石川佳純さんが活躍してユニフォームに企業のロゴが入っていれば、多くの人の目に触れますよね。企業の認知度アップやイメージアップにつながるので、お互いにメリットがあります。企業の CM やポスターに出てもらうこともできるので、スポンサー契約はかなり重要です。水谷隼選手はスポンサー6社で1億超えを稼いでいますし、福原愛さんもスポンサー契約のみで8000万と言われています。ユニフォームにロゴを載せるだけで数千万ですから、石川佳純さんが1社1000万の契約だとしても1億2000万になりますね。もちろん全ての企業が同じ条件ではないものの、福原愛さんと同等くらいは稼いでいそうですね。スポンサー契約だけでこの額ですから、賞金ボーナスも合わせると余裕で2億円近く稼いでいるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。